はい、8月1日になりました。御殿町新見チャンネルの時間です。今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。こちら新見市新見の大池亭の内蔵から今日もお送りしてまいります。今日はゲストを来ていただいてます。新見音フェスの実行委員会の小川さんです。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、新見音フェスさんということで、はい、オファーを出してから1ヶ月ちょっとぶりでやっとご縁ができたんですけど、はいはい、ちょっと坂本さん右れとんよ、もうちょっとこっちよね。すいませんね、もうちょっとこの辺ですか。バタバタでやって。あ、もういいですか。あ、カメラが。いや、だからあ、もうちょっと、はい、彼女がこっち寄ってくれて。あ、すいません。はい、はい、私も寄ります。すいません。はい、で、はい、今日は新見音フェスさんに来ていただいたんですけど、まず新見音フェスというのはどういう会なのかというところからまずご紹介をお願いしたいんですけど、はい、結成はいつ頃ぐらいからなんですか。結成は本当に、まあ、今年の、はい、あ、去年の12月ぐらいです。え、10月ぐらいですね。はい、去年の10月ぐらいです、ね、ということは1年経ってないぐらい、はい、経ってないですね。はい、で、いただいてる資料があるんですけど、まずポスターから、はいはい、オートフェスのこれが1月のポスターなんですね。1月のポスターですね。はい、今年の1月です。1月に、はい、第1回のコンサート、はい、これは学びの方ですかね。学びの学び、第1回目なんで、ちょっとショーホールの方でさせていただきました。はい、はい、で、これがみんなで集合写真最後ですね。最後撮られたところなんですけど、はい、で、ここのバンドさん、後ろにいらっしゃるのが、はい、ご紹介お願いできますか。ですね、16ビットジェネレーターさんって言われて、はい、3ピースでジャズバンドされてます。はい、で、とりあえず今年の10月ぐらいに、デビューをされたんですけども、とりあえずその時にちょっと知り合いの、紹介のような感じでちょっとライブをしたいって言って言うんか、記念してやりたいっていうことで、ちょっと新見の方に来ていただいて演奏をしていただきました。はい、はい、ということが第1回の第1回ですね。それが16ビットジェネレーターですね。はいはい、おとびさんが仕切ったフェスということになるんですかね。そうですね。はい、はい、で、1回目のおとびさんの活動が、こういったことがあったんですけど、はい、まず目指しているところというか、新見音フェスは何をやっていくんだっていうのを、地域密着型で、はい、の音楽フェスにしたいなっていうのは思ってるんですよ。はい、まあ、地域密着型といえば、例えば新見って本当田舎なんで、はい、いろんなコンサートとかライブとかを聞きに行くのも、もう本当に岡山の方とか倉敷の方とか県内に行かなきゃいけないんですけども、プロの、ね、アーティストさんのやっぱりそういうライブとか行くので、も新見にそういう人をに来ていただいて、そういうことを生のプロの演奏を聞くことによって、音楽の、ね、文化っていうものの向上っていうのかな、ちょっと言い方がちょっとあれなんですけど、はい、ちょっと若者で盛り上げれたらいいかなって、新見をって、私はそんなに若くはないんですけど、その若い人が喜んでいただけて、新見にもそんなに音楽が好きな人がいっぱいいるんだっていう感じでね、なったらいいかなっていうふうに思って、はい、させていただいてますけど、今、はい、で、新見音フェスさんって実行委員会何人ぐらいでやられてるんですか。ざっとでいいですか。ざっと10人ぐらいですかね。はいはい、10人ぐらいのメンバーで、はい、新見を音楽で盛り上げたいというのを最初聞いてたんですけど、はい、そういったことで活動をされてる。そうですね、はいはい、で、第1回目の音フェスが終わってからやっぱり私もっていう感じで、ボランティアで、これは本当ボランティアなんでね、全然その
ボランティア活動で皆さんやっていただけてるんで、そういう感じで、まあ、出ていただけ、参加してもらってね、うん、っていう参加したいっていうことで、いろいろニーミオートフェスのフェイスブックを立ち上げてるんですけど、そちらの方にメッセージが入って、はい、私もちょっと実行委員会のメンバーになりたいですとかね、音楽好きなんですっていうような感じで手伝わせてくださいっていう感じで、はい、でメンバー増えました。僕はい、アルレに結構ちょこちょこ行ってるんですけど、はい、アルレの方で、はい、なんかマニーはオートフェスだったかな、なんかポスターが貼ってあったんですけど、はい、何ヶ月か前に、はいはいはい、で今日いただいてる写真の方がそっちの方かなと思うんですけど、はい、県南のラグズ&ジェラさん、はいはいはい、ジェラ君ですね、はいはいはい、これはだからニーミじゃなくてマニーは、これはね、今のあれは、はい、これはニーミです。あ、これニーミなんですか。ニーミのホールです。はいはい、ショーホール。じゃあ1月の時、1月の時、あ、その時ラグズ&ジェラさんも出て、も、はい、賛同していただきまして、はいはい、まあ、大成功として終わらせていただいたんですよ、はい、まあ、ジェラさんのあれが協力がなければ本当にこれだけ大きなこともできなかったかなっていうのは思うんですけど、はい、なんかマニアオートフェスは、はい、ラグズ&ジェラの ボーカルの人がドーンと真ん中になんか顔が出てるようなですね、マニはオートフェスは、そうですね、マニはオートフェスもお話ししていいんですかね。いいんじゃないですか。すいません、なんか、はい、マニはオートフェスを先日っていうか5月31日に、はい、させてもらったんですけど、はい、その時はまあ、なぜマニュアオートフェスまで至ったかって新見の話をしながら、うん、申し訳ないんですけども、マニュアオートフェスはやっぱり新見にこのイベントを見に来てた子が、いや、マニュアでもやってほしいなっていう話があって、はい、それでほんじゃそうか、ほんじゃマニュアにでもしようかなっていうことで、まあ、ちょっと企画書をエスパスさんの方に提出したら、まあ、OK が出て、うん、まあ、企画書クセノをエスパスランドってあるんですけど、はいはいはい、エスパスホールさんと共催でさせてもらって、その時はね、今日はちょっとフライヤーとか持ってきてないんですけど、中西慶三さんとあと泉小夜子さん、はい、それとマキチャングさんで、あとはラグズ&ジェラさん、ナオミさん の、 5人の豪華アーティストで、はい、岡山に、そうです、うん、もう本当にちょっと豪華すぎるなっていう感じで言われるくらいね。県北でそれだけやったらすごい、そうなんですよ。すごいですね、うん、はい、もう本当にそれにまたエスパスさんじゃない、クセマニワ市の、うん、ダンスされてる人とか、いろんな、吹奏楽団さんですかね、はい、そういう人とかも出られて、プロとのセッションをすごく楽しまれたっていう、もう今マニはオートフェスがマニフェスっていう風になったんですか。なんか はい、皆さん次のマニフェスはいつとかいう感じで、いや、新見オートフェスが、はい、仕掛けて、はいはいはい、エスパスでやったから、はいはい、マニはオートフェスなんだけど、はい、今やマニはに、そのじゃあ小川さんの DNA が行き着いて、今、はいはい、マニはオートフェスが立ち上がったということなんですか。そう、オートフェスは立ち上がってます、ね、立ち上がってます、はいはい、なんかはい、なんかすごく、まあ、マニュアって津山も近いんで、津山からもね、皆さん来れて、なんか、まあ、すごくやっぱり音楽が好きな方がいっぱいなんで、すごく、じゃあ次回はあれですね、はい、学びのショーホールじゃなくて大ホールでやって、そうですね、クセール大きいのやらめにきますね。一応ね、すいません失礼します。一応予定はしてるのは、11月の24日です、うん、大ホールをで一応予定して、11月24日、はい、はい、まだあんまり内容は言えないですね。内容はちょっとね、まだ今もうちょっといろいろ動き中なんで、はいはい、まあ、いろんなことがあれなんで、させていただこうかなっていう感じで。じゃあ一つ聞いていいですか、はいはい、マニアオートフェスを超えようというのはそれはもちろん並びは同じぐらいで、はいはい、いえ、もちろんマニアオートフェスは超えなきゃいけないかな、はい、いや、5月のそのマニアのコンサートより大きい、はい、豪華なゲストを頑張ってブッキングをしていただきたいなと思うんですけど、まあ本当にそうですよ ね、 ねそれはだって本家本元がやるんだからそうです、もう本当にもちろんそういうふうに
思いますがなかなかね現実的にはなんかスケジュールとかね、まあ、あと金額の面とかだからう、ねまあ、いろいろ、まあ、ちょっとありますので、まあ、日程だけは決まってますのでもし今度告知の時になったらまたこちらの方でさせていただけたらいいですかね。もうフライヤー持ってきて喜んで、はいはい、よろしくお願いします。でも本当に、はい、ただ本当みんなが喜ぶ、はい、地域密着型のフェスにしたいっていうことで、はい、なんか皆さん実行委員会のメンバー、うん、もう誰が代表とかじゃなくて皆さん代表なんですよ、はい、うん、でみんな力はあっていろんな意見を出して、うん、もともとなんか僕は新見に来てまだ2年ぐらいなんですけど、はいはいはい、いろんな人の方の話を聞いてると、はいはいはい、結構音楽やってる人も自分でね、うん、趣味でやってる人はすごい多い町だというふうになんか聞いてますし、そうですよね、なんか音楽教室とかピアノの先生も多いし、なんかすごい音楽的には盛んなところだなと、アマチュアバンドもね、そうですね、いらっしゃるし、うん、思うんですけど、ね、そういった、まあ、こういうそのもともと音楽やる人が多い新見で、はい、今やってるようなそのフェスを、はいはいはい、プロを持ってきてというのはなんか小川さんの思いってあるんですか。やっぱりプロの歌っていうのは、うん、テレビとか CD とか DVD とかでは聞くんですけど、やっぱり生っていうのはなかなかやっぱり新見なんかはないんで、うんうん、まあそういうことを聞くことによってやっぱりいろんなものがやっぱり感じるものも変わってくる、うん、やっぱ感性の部分ですよね、うん、感性が磨けることが皆さんそれぞれね、うん、なったらいいかなっていうことで、なんかテレビとか YouTube とかで見たり聞いたりするだけじゃなくて、はいはい、やっぱり生の、やっぱり生は違いますね、プロの生にやっぱり触れて、うん、そこでもう一回意識をもっとやろうというふうに、そうです、うん、そうです、そういう盛り上げ方をしたいんですかね。そうですよね、もう本当になんか喜んでいただけれる、うん、フェスにしたいなっていうのは思うんですよ、やっぱり、うん、まあ、新見といえば、はい、でもカバティーナさんがなんかライブハウスに たまにはなってるような、それっぽいですね、結構ね、いろんなアーティストさんが来られて、なんかすごいなっていうのを思います、うん、本当に、うん、新見でね本当に素晴らしいです、はい、ああいういろんなアーティストさん来られてね、まあ、だからああいうそのライブハウス、はい、まあ基本的にはあそこはご飯食べるところでライブハウスじゃないんだけど、はい、そういうライブハウス活動なんかも応援していきたいというか、まあ、プロが来て活動するところの、ね、はい、手伝いというか、そうですね、そういったところでの、まあ、盛り上げをしていきたいというのがオトフェスさんなんですかね。いや、ちょっと違います。まあ、それはたまたま音楽好きな人、うん、それを全て新見オトフェスとかじゃないんですよね、うんうん、やっぱり新見オトフェスは基本はそのね、皆さんでっていう部分だから、一人のアーティストがどうのこうのっていうのはないんですけど、うん、はい、まあ、でもやっぱ音楽が好きな人はそういうカバティーナとかさんで会った時にはなぜか皆さんオトフェス実行委員会のメンバーがゾロゾロゾロって集まってみんなで、はいはい、うん、応援したりとか聞いたりしてますね。多いですね。なんかね、やっぱり町の方なんか本当にしょっちゅういろんなライブもあるし、まあ、路上ライブもされてるし、うん、なんかやっぱり新見っていうのはそういうライブハウスもないし、ね、なかなかね、うん、っていう風な感じと思うんで、まあ、でも本当に、まあはい、このチャンネルがね、はい、有名になって、はい、それこそいろんなアーティストが逆に宣伝で来るようになりゃいいんでしょうけど、あ、そうですね。まあ、ね、ちょっとこの間アルレ朗読会やった時に新実一郎さんは今度出てやるよとか、はい、俳優もね言ってくださったんだけど、例えばアーティストさんでもね、はいはいはい、なんかこんなつながりができて、はいはいはい、じゃ あ新見行ってやろうかって言ってなんか一緒にできたら本当楽しいんだけど、まあ、ユミみたいなこと言ってるんですけど、うん、いや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 僕、ま、いや、うん、僕前行った会社で、はい、レディオモモは結構つながりが深かったんで、はいはいはい、レディオモモは何回か、はいはい、出たこともあるし、はいはい、まあ、あそこの会社の人みんな知ってて、はいはいはい、あそこは結構プロモーションでね、アーティストの人もしょっちゅう出入りしてるじゃないですか、ですよね、あそこは、まあ、コミュニティ FM なんですけど、そうですよね、なんかあんな感じになっていったらいいですよね、ここもね。いや、絶対なります、いい、はい、もし出演していただけ、今度、まあ、新見オトフェスをされる前に、その告知の時にアーティストさんが出演もししていただけたら、出演させてもらえたらいいかなと思ってますので、それはもちろん
もともとレディオモモなんかでもユーストリームと絡めて、ね、単に岡山のローカルだけじゃなくてレディオモモからインターネットで他へも広がろうというようなことを僕も手伝ってやってたんですよ、はいはいはい、かつて。だからなんかね、同じようなことでここは新見の発信やっていきたいなと思ってやってるんですけど、まあ、できればそういった方々がねかかってくれたらもっとパワーアップできるん で、 そうですよ、ね、ぜひともね。でラグズ&ジェラーさんの話に戻ると、はいはいはい、ちょろっとさっきネットで調べたらなんかレディオモモで、はい、あ、そうです、あの番組を第2第4でやってるんですよ、はい、で、オープニングかなんかの歌に使われてたりとか、ね、はい、あ、結構関わりがあるんだと思って。結構、ね、そうですね、うん、はい、今年の4月かららしいんですけど、うん、まあ、はい、あの方も素晴らしい方ですね、うん、本当にいい曲をいっぱい作られて、うん、はい、ね、素晴らしいです、はい、ま、でジャンルはなんかジャンルはあるんですか、オトフェスが関わるジャンルっていうの。いや、別に何でも本当にみんなが本当に市民の人が喜んでいただけるだったらいいんですけども、はい、結構やっぱりそのまあ結局はもう聞きやすいポップス系になっちゃうんですよね、うん、本当はロック系とか演歌系とかもいいかなって思っちゃうんですけどね、うん、でもまあ今まだ始めて1回が終わっただけで今度第2回目と予定してるんで、まあそれはその中でまたいろいろなことがそのジャンルの部分も変えながら、うん、やっぱりずっと続けていけれるようなもうフェスにしたいなっていうふうに思ってますので、うん、皆さんが喜んでいただけるようにね、はい。ということは別にロック系とかなんかジャンルを固定してるわけじゃないですね。固定してるわけじゃないです、はい、うん、まあ、でもプロの本当の音を持っていきたいという。そうですね、それはやっぱり思ってますね、はい、さっき のレディオモモの話でいくと、はいはいはい、僕の知り合いがレディオモモの人なんですけど、三味線の師匠 で、はいはいはい、で奥さんが和太鼓奏者 で、はい、でペアで結構いろいろコンサートしてるんですよ、はい、レディオモモの人なんですけどプロなんですよ、はいはいはい、でも呼んでもらっていいですか。いいと思いますよ本当に。森本夫妻と言いますけど、あ、森本さん、はい、ちょっと森本さんは、うん、結構いろんなとこね、こ彼出てて県外も行くんですよ、はい、森本様ですね、はい、はい、奥さんが和太鼓 で、 で旦那さんが三味線で、またちょっとすごい和ですけど、あ、でも一回ねここへ来てもらって大池亭でね、はい、なんかやってもらいたいなと思って。されたんですかね。いや、したいなと思ってて、はい、まあ、彼も忙しいんで、はいはい、まだオファー出してないんですけど。あ、そうなんですか。そういったのでも OK なんですね。あ、全然大丈夫、はい、だからもう本当にみんなが楽しめるフェスにしてきたらいいなと思ってますので、はい、まだまだ新見音楽の結構彼なんか別に和太鼓と三味線だけど、はい、普通の洋楽なんかに合わせたりとかもたまにしたりして楽しいですよね、うん、なんかすごいなんか今までにない。基本はその奥さんとセットでそういうイベントやるんだけど、はい、なんか いろんなことやってる人がいるんでね、はい、奥さんとセットで来ていただければありがたいなと思います。本当によろしくお願いします。いろんなね企画をね皆さんで、うん、私一人で決めれないんで、うん、まあ、皆さんでこういう風な感じでこういう風にっていう話し合いをしながらっていうことは思ってるんで、はい、たまたまなんか私が今日出演させてもらってますけど、本当は皆さんにここに並んでいただきたいなっていうのは思ってます。たまたま私なんですけどねすいません。なんかね、なかなか私もちょっと緊張してね。ちょっとじゃあ、うん、はい、そろそろ坂本さんにコメントをしてもらおうかな、はい、ここまで来て急に振っていつも怒られるけど、なんか感じたこと、なんかお話聞いてたら、でもご自身もすごい音楽が好き、そうですね、でらっしゃるのかなと、うん、好きですね、音楽はね、うん、そうですなんかなんだろう、小学校の時から高校まではピアノとか習ってて、私ちょっと声楽もちょっとちょこっとだけですけどね、音楽教室でなんか習ってたこともある。新見で声楽、ね、習えるんですか。はい、岩本電機さんで昔、はい、先生がおられて、はい、その時になんか、はい、歌唱指導もされる。楽器だけじゃなかった。岩本音楽教室は声楽かも。そうですね、すごいもうなんかそれもあってなんかピアノと、はい、なんか、まあ、まあ音楽は好きです。なんか、まあ、それもやっぱりうちの親が
カラオケばっかりしてたせいもあるかもしれないですけど、結構やっぱり音楽っていうのはね、なんだろう、まあいろん音楽、この音楽を聴けばなんか心がすっきりするとか、なんか気持ちいいとか、なんかやっぱりピアノやる人多いんだ、新見は。いや、そんな上手じゃないですよ、ただもう弾けるぐらいで、もう今はもう全然もうなんだろう、楽譜で追ってくださいって言われてもちょっと追えないと思うんですけど、まあ、印象に残ってる分だけはまだやっぱり指は覚えてますけど、もう全然そんな弾けるっていうもん、叩くみたいなもんですね、ピアノをね、はい、叩くっていう感じですね、はい。じゃあ夢は、小川さんの夢はこれから新見音楽盛り上げていって、はい、そうですね、どうな なればみんなはやっぱり音楽によって人の心っていうのはなんかあの楽しくなると思うんですよ、なんとなくね。でそうだからやっぱり幸せな気持ちになることになったらいいなっていうことは、まあ、楽しめて幸せになる気持ちですよね、うん、そういう風になっていただけたら楽しめて幸せですね。ちょっとあとなんか野外フェスまで手出すとか、はい、そんなことないですか。ちょっとえだからホールのフェスからもっとなんか大きな野外フェスまで仕切ろうとか、なんかいや僕がさっき夢があった時にそこまでなんか壮大ななんかあるのかなとびっくりしました。それはちょっとあの濃厚です。でもこれからなんかどうなるんですか。あ、これね、やっぱりあの、うん、なぜかあのちょっと真庭市の方もお手伝いさせてもらってるんで、はい、ひょっとしたら真庭市野外フェスになるかもしれません。わかりません、それはちょっと私も何とも言いませんけど、それ来年のことなんで、まだ終わったばっかりなんで、昼前で、昼前でフェスとか。でもそれをなんか小川さんがプロデュースで仕切ったらすごいよな、人間の人がそれをだって仕切ってきたやったら、それはそれでなんか紹介したいよな。あの本当にあれなんですけど、ちょっといやまだ言えません。本当にもしあのもう間庭の方で、はい、あのすることがあったらまたこちらの方でも告知させていただきます。いや小川さんすごいんだ。いや違います、違います、本当にね、あのみんなが、ね、喜んでくれて、あの賛同してくれるから、いろんなことが形になり実現することであって、一人じゃ全然できないんですよ、うん、本当にもう本当にありがたい。まあ、まあ、だからあの新見ノートフェスも1月やって、うん、はい、5月はもうちょっとでかいやつをマニュアでできて、はい、で野外フェスもマニュアで大きいのやったら、うん、まあ新見はそれと同規模のやつを今度信号 あのスキー場後でやるとか。信号ですか。チアチアでやる、チアで、チアのスキー場後で。いいですねそれね。チアのゲレンデのところで、ねね、いいですね、夏、夏フェス、はいはいはい、チアの夏フェス、来年、来年チアの夏フェス。はい、実行委員会のメンバーの皆様と相談させていただいて、やっぱ夢はそのぐらいだったの。でもやっぱ、うん、そうです、そうです、やっぱりね夢はね大きくもなって、ねね、まあ本当にそうです、うん、それはチアギ娘が喜びますよ。そうです、そうです、チアギ娘さんね、あの、はい、喜ぶ。だから前座がチアギ娘で、あとどんどんだから大物アーティストが出てきて、ねえ、ね、すごい、あ、そうなれたらいいですね本当に、ね、ああ、じゃあ夢をそこにしましょう。はい、わかりました。チアの野外フェス、あのよろしくお願いします。本当にもう、それあのね、ちょっとまあまあその前にとりあえず新見の大ホールでいっぱいになるような、ね、そうですね、うん、ちょっと、まあ、野外はまたいろいろハードル高いでしょうから、それこそ機材もすごいだろうし、ね、あ、そうですね、全然違いますよ ね、やっぱり違いますかね機材は、うん、普通のあのじゃあダメですか、ね、野外だったらホールだったら基本あるけど、野外フェスは全部組まないといけないから、いっぱいですよね、ものすごいお金かかりますよ、ステージから、はあ、照明から、なるほど、 PA から、へえ、で大体あのあれでしょ、屋台とかなんか食べるところもいるわけでしょ、はい、そうです、そうです、まあ、それはあの千谷温泉あるからいいとして、千谷、ね、まあ、温泉の僕用紙をしてもしょうがないけど、まあそこは飲食ができるとして、あそこでやれば、はいはい、けどやはりね設備がすごいだろうから、なるほど、まあだから夢、夢、夢ですよね、夢で、はい、もうなんかあのいろいろ勉強になります、ありがとうございます。すいません、もう本当になんか申し訳ないです。でも今だって全国的にね、はい、いろんなところでフェスが、はい、町おこしのフェスがね、そうなんですよ、野外フェス映えが、うん、
いろんなところでやってるじゃないですか。ありますよね。やっぱり耳音フェスの最終目的もそこにしましょう。目標。そうしましょう。はい、よろしくお願いします。町おこしで。皆さんよろしくお願いします。いやいや楽しいですね、はい、こんな話するとね、まあ、なんか楽しいですよね。なんか、はい、夢なんですけど、うん、夢でもあるし目標でもある、うん、やっぱ夢を語るってすごい楽しいです、うんうん、まあだから何年か先にはやるぞっていうと、はい、なんか会員の人のモチベーションも上がるだろうし、そうですね、はい、そのためにはやっぱりいろんなアーティストさんと、うん、今から、ね、コンタクトして地道にやっていかないといけないというところで、はい、なんか目標あったら、はい、じゃあしんどいことも続けていこうとかなると思うの で、ね、まあ、僕らのこのお店とかこの活動もそうなんですけど、はい、なんかやっぱり夢持っとかないと。そうなんですよ、ね、もうね本当ね、うん、嫌なチャンスいろんなことがあったりもうやめようかとか継続するためにはなんかやっぱり、ね、本当に継続は力なりで、うん、本当に継続を頑張ってして、ね、今年も来年も毎年。あとせっかく写真いろいろもらってて、はい、まだ紹介しきれないけど、はい、これいいんですか。これいいですよ。この方はこの方これは倉敷出身のラグズスターレコードさん、ラグズアンドジェラさんが自分のレーベルのレコード会社を立ち上げてるんですよ。そちらの方の所属してる直美さんです。はで彼女も、はい、彼女も1月で出た。はい、出演していただきました。そうですか。はい、あとはこれ は16ビットジェネレーターさんですね。はい、それとこれがラッグズ&ジェラさん、はいはい、ですね。というところで一応大体写真全部紹介できたかな。うん、これはショーホールの。そうなんですよ。ね、やっぱ第1回目でも、うん、まあいっぱいですもんね。いっぱいですね。300人ちょっと集まりましたかね。うんうん、あれ大ホールって何人入るんですか。1000人なんですよ。で1階が700人で2階が300人らしいんで、まあでも700名、まあ1000人は目標してますけど、まあ、とりあえず700名は目標してます。1階は全部までよ。クセのエスパスは何人入ったんですか。エスパスさんは510人ホールで500人、うん、400人ぐらいかと。でもまあちょっとあれなんですけど、まあほぼいっぱいで、はい、じゃあ300、400来て次はじゃあ700、うん、そうです。はい、まあその先はチアで1万人1万。それか新見のあの人口皆さん集まってね、いやいや、耳の人口じゃダメでしょ。やっぱり結構高齢化してるから、だから県外からはっと、まあそれもちろん、本当に耳のねいいとこ本当に見ていただきたい、それも思って耳音フェスもさせてもらってるんですよ。だから本当に耳のね空気は美味しい、お水は美味しい、お肉は美味しい。何が美味しいですか。あ、ここのプリン。うん、プリン。さっきなんか胸がいっぱいけど食べなかったじゃないですか。ちょっと今一押しは包装のほうじ茶プリンですよね。ほうじ茶プリン、もうここのプリンじゃないんですけど、いや本当にね、ちょっと皆さん始まる前すごい緊張されててもうテンパってらっしゃったんで、僕はプリン食べれなかったです。そうです、食べれなかった。お待ってから食べてください。はい、なんかまあとりあえずね本当にいいとこなんで、そこに新見に来ていただきたいっていうのもあるんですよね、うん、もちろん。でもやっぱり新見の人にも喜んでいただきたい、うん、でもねやっぱりフェスって町おこしにいいと思うんですよ。ですよね。妻恋だったりとかみんな田舎でやるじゃないですか。信州だったり東北だったり、はい、だからそれこそね、はい、チアの山の中で夏フェス。だからそれだったら山陰からでも米子とかからでも、ね、近いですよね。来るだろうし、だからいいですね。いや、ありがとうございます。ぜひうちの実行委員会のメンバーによろしくお願いします。はい、僕あんまり音楽もそんなに聞く方じゃないんで。でもね、はい、耳すごいなと思ったのが、はい、学びの大ホールで、はい、去年だったかな、オーケストラが、はあ、行きました。来たりするじゃないですか。はいはい、あれかったです。すごいなと思って。すごかったです。安いお金で ね、うんうんうん、ですよね。あれ県南だったら、うん、無理です。シンフォニーホールで行ったら、うん、もう8000円とか下手したら、ねね、もう1万円ぐらい取られるのがすごい安いお金で、です例えば聞き、うん、よかいいですよね。だからいいとこだなと思いますけどね、うん、ですそういう意味では音楽文化的には、はい。まあ、だけどもう、はい、もっともっとその
プロの方を呼んできて、はいはい、耳の音楽シーンをもっと盛り上げたいという思いは今日いっぱい聞いたんで、はい、よろしくお願いします。チアの夏フェスに向けてやっぱり続けることに意味があると思いますので、今後も年に一度は、はい、頑張って耳音フェス盛り上げたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、また告知の時には出させていただきますよろしくお願いします。で、あっという間に30分過ぎたんです。終わっちゃった。終わったんです。重いんですか。はい、恥ずかしいわ、はい、もうじゃあこの辺で失礼いたします。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございます。御殿町にいるにはどこか懐かしいなんかふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。 もうありがとうございます。いや、私がなんかちょっと他のなんかアマチュアさんにダメな新名物、ね、醤油だれの和そばの焼きそば。そうですよね、ちょっとすいません、ありがとうございます。お抹茶とぜんざいの今度はあのラクザンとか御殿町新見